ブドゥの漬け汁ブドゥは、マレーシアの魚匠。主に、マレー半島北東部のクランタン州で作られ、茶褐色を呈する。クランタン州及び隣接するトレンガヌ州、タイ南部で料理に使われる。東南アジアの魚匠の中では、食塩とユーリアミノ酸の濃度が高いという特徴がある。インドアイのイワシ族や、ニシン科のエヌクルーポディーズなど、 4から10月を魚器とする海水魚が主に原料とされ、淡水魚は使われない。伝統的な家庭内生産の配合例は以下の通り、材料を亀に入れてよく混ぜ、ビニールシートなどで蓋をする。屋内、または屋外で2ヶ月以上整地し、発酵が進んで、魚が液体状になったら布でろ過して食用とする。亀に入れた状態で1年間保存可能とされる。 また、1950年代からブドウを生産する食品工場がコタバルを中心に現れた。原料魚に対して10から35%の食塩だけを混ぜ、桶の中で4から8ヶ月発酵、熟成させ、内容物をあろかせず電動の薄ですりつぶす。これにタマリンドを煮たタマリンド水と食塩、保存量としての安息抗酸ナトリウムなどを加えて混合し、 瓶詰めして出荷する。原料魚の種類や、タマリンド水の添加量などによって、商品の等級が決められる。ブラちゃんと料理法が似ているため、思考によって使い分けられる。1980年代の調査によれば、コタバルにおける、マレー人の家庭では1ヶ月に1人あたり1 5 1ムのブドウを消費していた。また、匂いを嫌ったり食物アレルギーのためブドウを食べない。 マレー人もいる。インド人は、ブテを食べないが、中国人は食用にすることもあるという。ブテはそのまま米飯にかけるか、潰した唐辛子と、塩、ライム果汁などと混ぜて漬け汁にすることが多い。この漬け汁も、ブテと呼ばれ、野菜や焼き魚、揚げ魚などを漬ける。また、野菜の煮込みの仕上げに加え、香りや旨味を漬けるのに利用されることもある。 ありがとうございます。